伊藤四つは日本の柔道家。戦後、行動官の中で東京公師罰と共に強制を誇った三船急増罰の主力人物であり、警視庁や日本体育大学、東洋大学等で柔道師範を務めた。その後北米や欧州各国で柔道指導を行い、柔道の国際的発展にも貢献している。晩年は行動官の球団くらいに列せられたほか。 国際武道院を主催して、市の参戦に次ぐ、名人10段くらいを名乗った。山形県新城市金沢町の伊藤家に4、男として出生し、警察官を退官後に、町役場委員を務める父、一から柔道の手ほどきを受けた。現在の私立日清小学校を卒業後は1913年に、旧制佐世保中学校に入学して、柔道を修行。その後は、 佐世保の海兵隊に進んで、動態在籍中の1920年4月に、行動官へ入門した。2ヶ月後には早くも初段位を許され、2年後の1922年5月には、柔道家を志して上京し、三船急造六段の門を叩いて、その訓導を受けた。当時の行動官には、長岡周一師範や特産法など並みいる春菜が、雲のごとく並び、 活気あふれる稽古が連日行われていた頃のことである。伊藤は、三船のもとでない弟子として、卑怯を共にし、死の掲げる、中心起立変王時代の研究相手として、またその理念の体現者として、修行に励んだ。前世時代にはまだ試合や大会が本格的に整備されておらず、 目立った成績は残していないが、身長百六六十点センチメートル、体重六十三点八キログラムの小袋ながら、背負い投げやと萌え投げ、横捨て見技、締め技、関節技を得意として九百二十七年五月と同年十月の紅白試合に、白軍大将として出場したほか、九百二十九年十一月には、当時事実上の日本一決定試合であった第5回、 明治神宮大会に一般の部、総年組で出場し、群馬の富沢伝八五段や山形の五十嵐九兵五段らと交勝部を演じて、福岡の須藤金作五段に次ぐ、準優勝を果たしている。またこの間、1929年5月には、第二本部特会から、柔道教師号を受けた。37歳で迎える1936年4月の、 1> 第1回全日本東西対抗大会には、東軍4章として出場したが、この時は、西軍5章、久永佐田尾六段の上司法肩に屈している。伊藤が支持した、三船十段参戦の門下には、伊藤のほか佐藤金之助、白井誠一、曽根幸三、鈴木清二、川上正姿節ら後に、柔道界の大家となるいわば、不代大,大名的な皇帝がおり、 また、戸様大名としては、小田純種、ね、神田九太郎、高橋浜吉らの逸材がいた。その中でも、伊藤は、背格好や柔道スタイルのみならず歩き方まで三船そっくりで、昭和初期頃に、中折れ棒、羽織若葉、絶田という、同じ格好で指定で連れ立つ姿をしばしば見かけたという柔道評論家の黒田武は、戦国時代なら、大将、 三船の影武者と言えるほど酷似していた、よくもここまで似たものと言われるほどそっくりであったと、従会している。なお、伊藤は、明治大学専門部政治経済科に入学するも、中退しているため、最終学歴としては、同じ参戦路弟子たちと共に学んだ、高等柔道教員養成所の卒業であった。住吉の公安で有名な死の三船は、あまり知られていないが、 柔道の形として投げ技、固め技の返し技の形も研究、暗室していた。具体的には、手技5本、足技6本、腰技5本、そもそも込み技5本、締め技5本、関節技5本の返し技で、三船は1936年頃に、これをほぼ完成させ可能時頃に対して、正式な形として採用するよう働きかけていたと、いう。 可能も高く評価し前向きな姿勢を示していたが、1938年の国際オリンピック委員会出席の人に戦場で多界したためを蔵入りし、この形はついに日の目を見ることはなかった。この返し技の形をやって伊藤の右に出るものはなく、伊藤は後1970年に指定の汗の結晶とも言える著書柔道の投げと固めの裏技を 成文館書店より発刊している。戦後は、武道禁止令という逆風の中、伊藤は GHQ に対して、武道解禁を粘り強く訴え続けるのに、中心的役割を果たし、1953年2月には、再び公に柔道を稽古することが許されるようになった。その後柔道は日本を飛び出して芝叩く間に、世界へと普及、世界選手権大会の開催や、 五輪競技としての正式採用など今日の国際的構成を見るに至り、その根源には伊藤らの熱心な活動があった点は特筆される。指導者としては自身の道場を構えて、更進の指導に当たった他行動官の指導員、審議員などの重責を担い、また警視庁、海軍警備学校、鉄道教習所、東京高知所、日本体育大学、東洋大学、 明治学院大学、国学院大学、旧制日本大学中学校など各所の師範を戦前から長く歴任して多くの柔道指導者や社会の指導者を育成。それら柔道界に対する多大な功績から1958年5月の可能師範20年祭では行動間より球団くらいを受けた。一方、柔道の国際交流の必要性をいち早く、 感じていた伊藤は、国際武道院を主催して、初代理事長を務めたほか、1963年に、各国大講師を、ホテル大倉東京へ招いて、国際親善武道大会を開催するなどした。また、1968年70年の二度にわたり、佐藤静也八段ただ一人を伴って、欧米の11カ国を周り柔道の普及、振興に尽力。 この間、米国マウントクレモン氏の名誉市民号や、YMCA ニューヨーク総本部から柔道大使を拝命した。さらには、英語の論文、柔道の修練とその力学的考察を発表して、米国インターナショナルユニバーシティから、理学博士の学位を贈られている。1972年4月29日付で、訓後等総高局実賞の叙勲によし、同年10月には、 国際武道院の名人銃弾を、ついで1974年1月15日には、故郷の新城市で2人目の名誉市民に衰退された。晩年は、東京都世田谷区の上がり馬に今日構えて、柔道界の重鎮として活躍した、伊藤だったが、翌74年3月に77歳で没した。有名な、勝つばかりが能じゃない、負けることを知らなけりゃ。 名人にはなれない世の言葉は晩年に残したものである。伊藤は生前、武道はどこまでも実践急行の道であり、技も覚えるのではなく、身につけるもの、技の修練によって、心身を鍛え、社会人類の幸福と世界平和に貢献することが、武道を学ぶ者にとって大いなる恵みであると語り、自らもそれを実践してきた。前述の通り、 返し技の形は、行動官に伝承することはなく三船なき後は、伊藤が率いる国際武道院に政党が伝わり、また、伊藤の没後は同じく、三船門下の伊藤高木八段が後を継いで、名人十段を名乗って、多くの行動官講談者にも国際武道院の藩士九段号が送られた。しかし1 9八十年に、行動官が官長名で国際武道院の段位、 称号を持つ者は即刻返上せよ。さもなくば、行動官及び、全日本柔道連盟の役職から追放するという、お触れ書きを出した際に大多数の柔道家がこれに、従ったため、国際武道院は、かつての三船罰のように柔道界における、一大派閥となることはなかった。それでも、三船や伊藤が築き上げたその技術は一部の甲骨の、死の間で代々継承され、 没後40年以上を経た現在でも、動員では、真の武道を追求した活動が行われている。ありがとうございます。